今年11月の県知事選挙への立候補を表明している和歌山一区選出の衆議院議員、岸本周平氏が和歌山市内で会見し、きょう、議員辞職が許可され、今後、知事選に向けた活動に専念する考えを示しました。あと2か月という段階になりましたことと、それから秋の臨時国会が予定されるということでありますので、二足のわらじは吐けないという判断をいたしまして、今朝、 衆議院議長に辞職願いを提出し受理をしていただきました今日会見した岸本氏はこのように述べて衆議院議員を辞職したことを明らかにし知事選に向けた活動に専念する考えを示しました岸本氏は今年5月の出馬表明以降活動実績のない和歌山市以外の地域を回って市町村長や 企業経営者などに支援を求めるなどしていて今後について退路を立って一人でも多くの人の声を聞くため全力で活動すると述べましたところで岸本氏はこれまでに政党では自民党と公明党に推薦願いを出していてこのうち自民党県連内には岸本氏を推す声がある一方、独自候補を擁立しようという動きもあり今後の対応が注目されます。